高橋秀明君、はい、高橋君、高橋君、日本維新の会の高橋英明でございます。まずはじめに、今日も大臣の謝罪から委員会が始まったわけでございますけれども、実は大臣、後ろに目がないので気づかなかったかと思いますけれども、後ろの事務方の人は、大臣謝罪しているのに腕組んでふんぞり返ってますよ。やっぱりこれじゃあかんと思いますよね。まあ、大臣、お優しい方だと思いますけれども、やっぱりもっとガツンと言った方がいいと思います。まあ、みんな疲れてるんだろうとは思いますけれどもね、ぜひこれはお願いしたいなというふうに思いますので、いかがですか。はい、斉藤国土交通大臣。はい、今回 の統計の不適切処理に関わりまして、国土交通省の仕事の進め方ということについても、今、タスクフォースでしっかり、有識者、顧問の有識者の方も入っていただいて、検討を進めておりますが、この改革をしっかり私、先頭に立って進めていきたいと思っております。高橋英明君。はい、ありがとうございます。またやらかさないようよろしくお願いいたします。では、まあ、午前中から同じような質問が多いですけれども、私からも確認のためにお願いを申し上げます。平成30年、現在の所有者不明土地、成立しましたけれども、この所有者不明土地は、まだ増えていると思われます。先ほども古川議員の方から、九州ぐらいの面積があるんじゃないかというような話がありましたけれども、現状どうなっているのかお聞かせ願いたいのと、あと平成30年成立後、具体的な成果、どのようなものかお聞かせください。委員長。斉藤国土交通大臣。はい、人口減少、少子高齢化が進む中、相続件数の増加、土地の利用ニーズの低下と、所有意識の希薄化が進行しており、不動産登記では所有者の氏名や所在がわからない土地の増加が見込まれております。所有者不明土地については所有者の探索をして初めて、所有者不明土地であるかどうかが判明するものであり、その総量は網羅的には把握しておりませんが、地籍調査の結果によると不動産登記簿により所有者等の所在が判明しなかった土地が筆数ベースで平成29年度の調査で 22.2% 存在し、直近の令和2年度の調査では 24% 増えている、存在したところでございます。こうした所有者不明土地の存在により、災害復旧・復興や社会資本整備、民間開発などさまざまな場面で、所有者の探索に膨大な時間、費用、労力を要し、事業計画の変更を余儀なくされる、事業の実施そのものが困難になるといった問題に直面しております。こうした課題を踏まえ、平成30年に所有者不明土地を円滑に利用できるようにすることを主な目的として、所有者不明土地法が制定されました。お尋ねのありました所有者不明土地法に関するこれまでの成果でございますが、令和4年2月時点で、公共事業の用地取得の合理化、円滑化のための土地収用法の特例は、6件の裁定がなされております。また、所有者不明土地を地域住民等のための施設として利活用することを可能とする地域福利増進事業は1件の裁定申請がなされているところです。加えて、これらの制度を活用するための前提となる固定資産課税台帳をはじめとする土地所有者等関連情報の利用提供の特例については、昨年12月時点で約780件の活用実績が上がっているところです。まあ、こうした所有者不明土地法の運用実績も踏まえ、今般の法改正においては、所有者不明土地の利用のさらなる円滑化の促進と管理の適正化について対応を図り、これらの取り組みを支える推進体制の強化のための措置を講じることとしたものです。この法案により、安全安心で活力ある地域づくりが一歩ずつ着実に展開されることを大いに期待しております。高橋英明君。はい、ありがとうございます。筆数ベースで 24% ということですけれども、この筆数っていうのは何筆ぐらいなんでしょうか。市川大臣官房土地政策審議官。お答え申し上げます。地籍調査の調査対象の
一筆の土地の数でございますが、令和2年度ですと55万9100、うち13万4249筆が登記簿を見ただけでは所有者が分からなかったということで 24% ということでございます。委員長、高橋秀明君。はい、ありがとうございます。この調査対象ってこれ何か問題があったものを調査をしていくのか、それともこうアットランダムに抽出してやってるんですか。石川大臣官房都市政策審議官。お答え申し上げます。地籍調査でございまして、地籍調査は10カ年計画を作っておりまして、10年間でこれぐらい事業量をやるというふうに目標を定めておるんですが、毎年市町村の方からご要望を賜りまして、我々補助金なり交付金なりも負担金なりも出しておりますので、市町村から上がってきたものについて議論させていただいて、じゃあ今年はここをやろうということで、毎年だいたい50万から60万程度の土地の調査を進めてきておるわけでございます。委員長、高橋秀明君。はい、ありがとうございます。お疲れかもしれないんですけど、もうちょっと大きな声でお願いいたします。ちょっとよう聞き取りづらいのですみませんが、お願いいたします。あとこれちょっとお聞きしたいのは、所有者不明土地を本当になくしたいのか、それとも地域福利増進事業の土地を見つけたいのか、これどっちですか。斉藤国土交通大臣。先ほど古川委員のご質問にもお答えしたところでございますが、その両方でございます。高橋秀明君。両方であるならば、先ほど来出てます令和の大天地やったらどうですか。斉藤国土交通大臣。はい、この地籍調査をしっかり進めなくてはいけないという認識のもと、今、政府を挙げて、例えば令和3年度の補正予算、それから来年度予算、これまでにない予算をつけて、この地籍調査を進めている計画でございます。はい、高橋秀明君。はい、ありがとうございます。じゃあ、これまでにない予算を動きたいいたします。次に、所有者不明土地の所有者のこれ調査方法、いろいろあるかと思うんですけれども、やっぱりこれスピード感を持ってやらないといけないと思うので、この調査方法を教えてください。石川大臣官房土地政策審議官。お答えいたします。現行の所有者不明土地法におきましては、所有者探索の合理化と負担の軽減を図る観点から、各種制度を活用するための所有者探索の具体的な方法につきまして、所有者不明土地法第2条第1項に基づき、政令、省令で規定しております。ある土地の所有者探索を行う場合には、まず登記事項証明書により不動産登記を確認し、そこに記載されている所有権登記の名義に対し、所有者であるか否かの確認を行います。しかし、記載されている名義人の所在が分からなかったり、そもそも所有権が登記されていない土地であるなど、不動産登記を確認しても所有者が特定できない場合におきましては、その土地を現に占有している方や、土地に対して所有権以外の何らかの権利を持っておられる方、それから住民基本台帳や戸籍簿といったその名義人に関連する公的な書類や固定資産課税台帳や地籍調査票といった土地につながる公的書類を備える地方公共団体の長、それから登記名義人の親族など、所有者につながる情報を持っておられるではないかと思われる方に対して書面を送付する、あるいは訪問をして情報提供を求めることとしております。これは所有者不明法平成30年に作ったときにどこまで探索するのかということを政省令で規定をしたということでございます。
このような探索を経てなお所有者の全部または一部を確知することができなかった土地が所有者不明土地法における所有者不明土地となるところでございます。高橋秀明君。はい、ありがとうございます。ちなみに固定資産税台帳、固定資産税のかからない土地っていうのもあるかと思うんですけども、30万未満とかね、そういったケースの時はどうしていらっしゃるんでしょうか。石川大臣官房土地政策審議官。お答えします。固定資産税がかからない土地を当法として把握しているかと。地籍調査担当としては把握はしてございませんが、ちょっとすみません、ご質問の資料。高橋秀明君。いずれにしてもこれ、すんなり当本に載ってて分かればいいですけれども、本当に分からない、これまでの実績で一番突き止めるのにかかった、時間ってどのぐらいあるかかるんですか、これ。市川大臣官房土地政策審議官。お答えいたします。先ほど地籍令和2年度の地籍調査で、不動産登記簿を見ただけではわからないのが 24% と申し上げましたけれども、これを先ほど申し上げました方法プラスアルファぐらいの、かなり探索をしてですね、した結果1% 切る 0. 何パーセントというぐらいまで実は本当にわからないのはそこまで下がるんです。ただ、そこまで至るのにもう40ヶ月とかですね、長い場合にはものすごい時間を要しているというふうに承知しております。聞こえなかった、すみません、マイクがちょっとあるかもしれないです。最長40ヶ月ぐらいかかっているケースがあると承知しています。高橋秀明君。はい、ありがとうございます。いずれにしても非常に、時間がかかるんだなというふうには、思いましたけれども、次に所有者不明土地利用円滑化等推進法人のこの指定を受けた団体、こういった団体にはどの程度の情報を開示をするのか教えてください。斉藤国土交通大臣。その推進法人が積極的に情報を開示していくべきではないかというご質問でよろしいでしょうか。はい、地域において所有者不明土地や低未利用土地の利活用を進めていくためには市町村のみならず特定非営利活動法人や一般社団法人といった民間事業者の役割が重要です。このため本法案においては市町村長がこうした民間事業者を所有者不明土地利用円滑化等推進法人として指定し、公的信用力を付与する制度を創設しております。これによって地域住民からの信用を得ながら地域づくりの新たな担い手として活躍することが期待されます。推進法人に所有者探索に必要な情報を積極的に開示すべきというご提案につきましては、プライバシーや財産上の権利を守る観点から慎重に取り扱うべきものとされているため、現行の所有者不明土地法においては高い公益性を有する地域福利創新事業等を実施する場合に限って行うことができることとされているものです。いわば個人情報との公的色彩の強い福利増進事業、そのバランスということかと思います。国土交通省といたしましては推進法人が円滑に活動することで地域の所有者不明土地対策を効果的に進めていけるよう、施行後の運用状況や現場のニーズも踏まえながら個人情報の利用提供のあり方について必要に応じて検討してまいりたいと思っております。高橋秀明君。ではやっぱりこれあくまでも行政が所有者は探すっていうのは全く変わらないわけですね。すみません。斉藤国土交通大臣。
あ、すみません、もう一度ご質問をお願いいたします。所有者不明土地の探索は、あくまでももう行政がやっていくということですね。市川大臣官房土地政策審議官。お答えします。所有者不明土地の探索は所有者不明土地ですね。実際探索してみなければ、先ほど申し上げた方法で探索してみなければ本当に所有者がわからないのかどうかもわからないんです。なのでまず通常事業をやる主体が当然ですけれども所有者誰か把握してからその方と交渉して土地買うなり借りるなりしますので、まずその所有者を誰か探索するのは事業を実施する主体ということになります。よろしいでしょうか。高橋英明君。さっき の所有者の許可があれば開示するって言ってたじゃないですか。先ほどの誰かの答弁の時に言ったかと思うんですけれども、あと高い公益性があればっていう話なんですけれども、これ具体的に教えてもらえますか。市川大臣官房土地政策審議官。お答えいたします。土地所有者に関する情報を市町村内部で例えば固定資産税台帳を活用できるとか、事業者の求めに応じて外部に提供できるとかいうのはどういう場合かというお尋ねでしょうか。そうだね、はい、高橋君。どうしたらいいんですか。低速数が足りないという話ですけど。いや、足りてるそうです。大丈夫ですか。はい。続けますね。とりあえず続けてください。はい。じゃあちょっと次の質問いきます。相続登記が義務化されますけれども、所有者不明土地の場合、相続対象者が土地の存在を知らないケースがあると思いますが、その場合はどのようにするのか聞かせてください。どうぞ。の大臣官房審議官。相続が開始した場合に、相続人の方でその特定の土地を相続したということが分からない場合にどうするかということかと思いますけれども、とりあえず相続登記は義務化しているわけですけれども、相続登記の義務化については自分が相続その土地を相続したということを、分かった場合に、そこから義務が生じるということになりますので、そういう意味では分からない段階ではそういった登記は生じないということになりますけれども、そういった相続登記がされるように、あらゆる場面を通じてそういった相続登記、失礼しました、相続登記の義務化について周知広報していくことが重要であるというふうに考えているところでございます。高橋英明君。一応通告をしてるんですけれども、これもね、なんですぐに答えが出ないのかよう分かりませんけれども、現状資産価値のない土地って結構あると思うんですね。資産価値のない、山林とかでも、そういった山林なんかは現状では資産価値はないけれども、これ相続になるとそこに植えてある木とか木一本からこれ金額見られるんですよね。そうすると、二足三門だった、言い方悪いですけれども、土地が数千万円の価値が知らない間に出てくるケースもこれあるんですけど、そうするとやっぱり
相続税かかりますから、相続はしたくないというケースが、まあ、まあまあ出てくると思いますけれども、そういったときはどのようにすればよろしいでしょうか。どうぞの大臣官房審議官。お答えいたします。ご指摘のとおり、都市部への人口移動や人口減少、高齢化の進展等によりまして、土地の所有意識が、まあ、希薄化するとともに、土地を利用したいというニーズも低下する傾向があると言われているところでございまして、まあ、相続を経過契機といたしまして、望まない土地を取得した所有者の負担感が増しており、このことが、まあ、所有者不明土地を発生させる原因となっているという指摘があるところでございます。昨年の民事基本法制の見直しにおきまして、所有者不明土地の発生を予防するため、相続等により土地の所有権をした相続人が、法務大臣の承認により土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする、相続土地国庫帰属制度が創設されたところでございます。この制度は令和5年4月24、27日からスタートし、その承認事務は各地の法務局で行われるところでございまして、法務省および法務局といたしましては、施行に向けて関係省庁と連携してしっかりと準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。高橋英明君。国庫への帰属に関する法律、先ほども聞きましたけれども、これどのような土地でも対象になるんですか。これはどうぞの大臣官房審議官。お答えいたします。この相続土地国庫帰属法の対象となる土地につきましては、その国庫に帰属した土地につきましては、その後国が管理をするということに当然なりますので、その管理に過度な負担がかかるものについては、まあ、対象外ということになります。高橋英明君。その過度の負担というのはどの程度なんでしょうか。どうぞの大臣官房審議官。国が管理する上で、例えばその土地の上に、まあ、建物等が建ってますと、管理に、それなりの負担が生じるというところもございますし、土地の中に、その危険なものが、まあ、埋蔵されているというような場合ですとか、まあ、そういった崖地ですとか、まあ、そういったものについては対象外という理解でございます。高橋英明君。はい、じゃあ次に行きます。所有者不明土地の隣地の方が何か事業を行おうとする場合、結構市町村ですと近隣の同意を得てくれというケースがこれまあまああるんですけれども、でもこれ所有者がわからないので、これ民間の方だと思うとこれどうにもならないんですけれども、そういったケースの場合はどうしたらよろしいでしょうか。どうぞの大臣官房審議官。お答えいたします。ご指摘のとおり、所有者がその土地について工事を行うために隣地所有者の同意を取得する必要があるということもあり得るというふうに承知しております。そのようなケースでは隣地所有者に連絡を取る必要がございますが、隣地が所有者不明土地になっている場合には、その連絡を取ること自体が困難になります。そこで昨年の不動産登記法の改正では、こういった事態を防止するために、相続登記や住所等の変更登記の申請が義務化されることになりましたので、この改正法の施行後はより円滑に隣地所有者に連絡を取ることが可能になっていくものというふうに考えているところでございます。また調査を尽くしても隣地所有者の所在を知ることができない場合には、不在者財産管理人というものの選任を受けて、その管理人の承諾を得て工事を行うことが、まあ、従前から行われているところでございます。もっともこの不在者財産管理制度につきましては、不在者の財産全般を管理するということになっておりますので、その分管理人の報酬等の費用が高額になるといった、まあ、指摘がされていたところでございまして、それを踏まえまして、昨年の民法改正では個々の土地ごとに、所有者不明土地ごとに管理することを内容とする所有者不明土地管理制度が創設されたところでございます。そのため、ご指摘のようなケースにおきましては、改正民法の施行後は所有者不明土地管理人を選任し、
その承諾を得て工事を行うことが可能になるというふうに考えているところでございます。高橋秀明君。その改正法でもこれ管理人の選定っていうのは結局これ裁判所を通すわけですよね。結構な時間かかるかと思うんですけど、どの程度時間かかるんですか。これ どうぞの大臣官房審議官。要するに、所有者不明土地であるということの判断を裁判所がする必要がございますので、まあ、その判断に必要な期間というところでございますけれども、まあ、ちょっと今その手の事件について、まあ、どの程度の審理期間を要しているかという点についてはちょっと持ち合わせていないところでございます。高橋秀明君。はい、いずれにしてもまあ時間かかるんでしょうけれど、やっぱりこのように他人の財産を脅かしたり、例えば空き家になって近隣に迷惑をかけるケース、これやはり、迷惑を被る方々には情報開示ってすべきだと思うんですね。先ほど来個人情報の開示も言ってましたけれども、全然これね、善意の人が非常に迷惑を被るわけですから、この辺は柔軟に対応した方がいいんじゃないかと思いますが、いかがですか。市川大臣官房土地政策審議官。お答え申し上げます。所有者不明土地対策を進める上で必要な情報を積極的に開示すべきというご提案につきましては、先ほど大臣からもご答弁申し上げましたけれども、プライバシーや財産上の権利を守る観点からとのバランスでですね、どんな仕組みが適切かということについてご指摘も含めましてですね、引き続き検討してまいりたいというふうに思っております。高橋秀明君。まあ、ぜひこれは、何かちょっと方法を考えていただきたいと思います。これは本当にもうかわいそうですよね。本当に何の事業もできなくなるというのは非常にこれ問題だと思いますので、ぜひ何かの方策を考えていただきたいというように思います。次に移りますけれども、この法案は地域福利増進がメインで、これある意味これ民間向きではないんだろうなと思います。しかしながら先ほども言いましたが、近隣が迷惑を被るケースが非常に多いので、今後この法案をこの民間向けにですね、これブラッシュアップしていくお考えは終わりかどうかお聞かせください。斉藤国土交通大臣。はい、さらなる改正が必要かというご質問でございますが、地域において所有者不明土地や低未利用土地への対策を効果的に進めていくためには、民間事業者も含め地域の関係者が一体となって取り組んでいくことが不可欠です。このため今般の改正において市町村による計画の作成、協議会の設置、推進法人の指定制度の創設等の措置を講じ、地域における所有者不明土地対策の推進体制の強化を図ることとしております。他方で所有者不明土地問題は一朝一夕に解決できるものではなく、中長期的に粘り強く取り組んでいく必要がある問題であり、制度の見直しについても不断に検討を加えていくべきものと考えております。先ほど来ご指摘いただいたいろいろな問題点、これは我々も認識したところでございます。国土交通省といたしましては、今後も所有者不明土地法や民事基本法制の運用状況を踏まえ、現場で対策に取り組む方々をはじめとする関係者のご意見を丁寧にお聞きしながら、法務省などの関係省庁としっかり連携し、政府一丸となって必要に応じ適時適切な対応を図ってまいりたいと考えております。高橋秀明君。ありがとうございます。これ今回の改正案ではやっぱりこれちょっと民間には適してないような気がしますけれども、これやっぱり民間の力っていうのは侮れませんので、まあ宅建業者もそうですし、やっぱり非常に慣れている部分もありますので、まあ、こういった他人に迷惑をかけているようなところ、例えば、まあ、
法人じゃなくてもいいんですよ、宅建業者じゃなくてもいい、例えば町会には開示するとかね、いろいろな方策やり方があろうかと思いますので、これはぜひとも、もうすぐにでもちょっとブラッシュアップをしていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。最後に、我が党はマイナンバーの機能の拡充を、まあ、ずっと提案してますけれども、こういった不動産登記についても、マイナンバーと紐付けをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。どうぞ、どうぞの大臣官房審議官。お答えいたします。所有者不明土地対策はご指摘のとおり政府全体で取り組むべき重要な課題であり、その解決に向けてマイナンバーをどのように活用することができるかという点も検討していくべき課題であるというふうに認識しております。所有者不明土地の主要な発生原因は相続登記や住所変更登記がされないことにあるとされておりまして、その解消のためには所有権の登記名義人の法定相続人が誰であるか、また登記名義人の氏名、住所の変更情報などを法務局が取得するといったことが必要になります。もとも現在のマイナンバー制度における情報連携によってはこれらの情報を取得することが困難であるため、マイナンバーを所有者不明土地対策へ活用することには限界があるところでございます。そのため昨年4月の不動産登記法の改正ではマイナンバーを活用した方策は盛り込まれず、個人の氏名や個人の死亡や氏名、住所等の情報は住基ネットと不動産登記システムとのシステム間連携によって取得することとされたところでございます。もっともマイナンバーの活用につきましては、今後政府内において利用分野の拡大を含めたさまざまな検討や取り組みが進められるものと承知しており、法務省としてもこうした政府全体での取り組み状況等にしっかり取り組み状況等をしっかりと把握しつつ、引き続きさらなる所有者不明土地対策の取り組みを適時適切に行ってまいりたいと考えているところでございます。委員長、高橋英明君。まあ、不動産登記はある意味誰でも見れるものでございますので、まあそれほど個人情報は関係ないのかなというふうにも思います。まあ、またこれマイナンバーの質問をするとほとんど省庁たらい回しになるんですけれども、いつもねやっぱりそれだけ多岐に渡るんだと思うんですね。だから横のつながりっていうのがやっぱりこれ非常に大切なんだろうなというふうに思ってますので、まあ、この今後もこのマイナンバーの紐付けの質問はどん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 していきたいというふうに思いますので、しっかりとたらい回しにしないように横のつながりを持ってやっていただきたいというふうに思います。終わります。次に。